俳優の福士蒼汰が主演を務める映画、ブリーチ、7月20日公開、の本予告と本ポスタービジュアルが13日、公開された。ブリーチ、本ポスター同作は、久保タイトによる同名コミックを実写化。霊が見える高校生、黒崎いちご、福士、は、突然現れた死神、福地キルキア、杉咲花、から死神の、力を与えられ、家族や仲間たちのために巨、ホロー、と呼ばれる悪霊たちと戦っていく。映画では、原作の中でもファンから根強い人気を獲得している、死神大後編の物語を中心に描く。今回の映像では、幼い頃のイチゴを巨から命を落として守った母、黒崎正樹を演じた長澤まさみ、妻の正樹を亡くして以来男で一つで子育てに奮闘する前向きで熱血なイチゴの、父親、黒崎一心を演じる江口洋介、そして町の片隅で古びた店を営んでいるが、裏では現世で巨と戦う死神を援助する商店主、浦原喜助を演じた田辺誠一の姿が初登場。さらにアイドル顔負けの容姿を持つクラスメート、井上織姫を演じる真野絵里奈、シャド、の愛称で呼ばれる、寡黙。で無表情だが喧嘩が強く屈強な体を持つクラスメート、佐渡ヤストラを演じた小柳優のシーン映像も解禁となった。さらに黒崎いちご役を演じる福士と、朽木ルキア役の杉咲花、石田瓜生役の吉沢亮とのアクションシーンや、死神の掟を破ったルキアを追う死神のあばらいレンジを演じる早乙女。大地との凄まじい義理合い、そしてルキアの兄でとてつもない力を持つ死神、朽木白夜を演じる雅との対決シーンなど、熾烈な激闘シーンが満載となっている。合わせて公開された本ポスタービジュアルでは、死神よ、命を懸けて守れ、というキャッチコピーとともに、まがまがしい今日を背景にしたキャラクターたちの姿が散りばめられた。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。